あの、先ほど嘘の数字をというお話がありました。けれども、役所が嘘の数字を出すわけがないと思います。ま、誠実にきちっとした台あの数字を出してですね。理解を求めるという努力は必要だと思います。あの、前任の松山大臣がですねいろんな団体を自ら回ってご理解を。 いいたただく努力をされたという経緯もありますやはりこれは、挙手金を出していただいているこの方々に対して、やはり誠実に透明化,あの透明し,た透明化した形で、実績、あるいは今後の方針等について、えー、丁寧に説明を重ねていく努力が必要だというふうに考えております安倍保育について、えー、質問に入る前に、あの宮越大臣、 あの今、役所が嘘の数字を言うわけないと言いましたけれども、その認識は改めていただいた方がいいと思います。あの必ず嘘の数字を言うとかですねあの、悪意を持ってかどうかは分かりません。でも、これまで起きてきたことを見ると、政府が認めている限りでも、ですねミスを隠したり、現状をよりよく見せるために、やはりあの誠実とは言えない数字を出してきたということが、まあ、複数回あったわけですね。 でそれが役所のせいかどうかはまた別の問題ですけれども、そういうことが、どの役所にも、役人においても、大臣にあげる情報や数字においても、ありうるんだということは認識してもらって、そのチェックもあの政務三役の一つの,あの役割なんだというふうに思っていただくべきだと、これは意見として。